ートル前後の風で大量の火の粉が撒き散らされ、離れた場所にも燃え移る飛び火火災が各地で起きていたと考えられると指摘されています。荷物より命が大事、炎症を防ぐためには荷物を捨てる、足の根元に残された記念碑が今に伝える影響があります。関東は震災の震源地は神奈川県北西部で、マグニチュードは 7.9 と推定されています。大規模な土砂災害もあります。小田原市には山津波といわれる大規模な土砂災害が起きたことが書かれた碑が残っています。その時山から流れてきたと伝わる岩も残されています。地元の人たちはその岩に震災石と刻み